はい、こんばんは、山田と申します。さあね、今日の、読山速報、別に挨拶なしで始めてもいい気はするけどね。まあでも一応、なんか導入も減ったくりもないもんな。別にタイトルの通りでございます。ツイッターの新機能なのかな？私が今まで気づいてなかっただけ、実はもともとあった機能かもしれないんですけど、なんかね、チップ機能っていうのが入ったらしいです。要は外国で言われるチップですね。これですね。クリクリって。チップですね。の機能っていうのがあって、なんかね、私もそれが使えるらしいんで、登録をしてみましたということでございます。なんか、ツイッターもね、いろいろと変更がかかってますね。まあ、イーロン・マスクさんになってね、いろいろとワー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 出てますけど、まあ確かに、賛否両論というよりは、報道とかで見るとね、圧倒的に批判の声が、嵐が起こってるよっていうね、太陽解雇の件とかでもね、わーっと起こってますけどね。まあ、どうね、子供のか、なかなか、まあ、さすがテスラのイーロン・マスクさんだなっていう感じはありましたけどね。まあ、この手のやつはもう政治っていうよりは経済関係のところになってくるんで、もうこっちの方の方で、メインチャンネルでお話しできるし、まあ、今回の場合はそこの画像ってじゃないとあれなんですけど、まあ、このチップ機能っていうのはもうそのあたりの新しい変革の中の一つなんか、それともその前からあった機能だったらすいません。うちが気づいてなかっただけかもしれない。なんか何あの、新しくこんな機能が出ました。ドドーンってね、来てね。何何何お、なんか金稼ぎができ、か稼げるの、じゃあ登録してみようじゃなくてね。たまたまいろいろ仕様変更になってるよね、っていうので、仕様変更のやつポチポチポチって見つけと、取ったら、チップというのが利用可能です。私も利用可能です。今すぐお金が受け取れます。なんか、怪しいあれかなとも一瞬、自分は、ね、にも一瞬見えたんですけど、どうもこれ正式のリリースでなってるみたいなんですよ。で、まあ、簡単に言うと、やってるね、ツイッターやってるアカウントの人に、あ、この人のツイートとか面白いな、いいなと思った人には、チップを送ることができますよっていう機能です。で、どういう感じなのかっていうと、画面をちょっと変えましょうか。こんな感じでね。よいしょ。ツイッターのね、メイン画面のところに今出してありますけど、こんな感じになっておって、で、ここのプロフィール、あ、これちょっと自分の画面なんでね、プロフィール編集ってのが出てますけど、ここが普段はなくて、フォローするっていうボタンになってると思うんですけどね。フォローするとかって言って、通知のね、マークとかいろいろあると思うんですけど、その一番端っこのところに、こんな感じでね、チップのマークが、出るようになってます。お札の、ね、束みたいなマークが出てますけど、ここをクリックすると、いわゆる電子マネーですね。で、あ、電子マネーじゃない。仮想通貨か。仮想通貨とか、いわゆる、なんだっけ、暗号資産とかってね、今呼ばれたりしている。あれですね、ビットコインとかそういうのでできますよということでございます。で、うちのも、これに合わせてビットコインの方をね、開設したんで、実はビットコインでもお引き取りができるようになりました。すごい、簡単ですね。しかもね、これびっくりしたのがね、じゃあ、あなたがね、100円ね、まあ、100円だと他に1000円にしましょうか。1000円ね、チャリンしてくれましたと。まあ、1万円でも全然あれなんですけどね。まあ、チャリンしてくれましたと。実際ビットコインだから、ビットコインの通貨単位の方でやります。いわゆるドルみたいな感じの感覚ですよね。で、なるんですけどね。で、送りました。大事なところじゃなくて、じゃあね、どれくらいね、例えば1000円ね、はいって払ってくれたら、どれくらい私の手元に入るのかっていうところでございますよね。で、すみません、数字間違ってたらごめんなさいなんですけど、確か、スパチャが、YouTube のスパチャが40から50%だったっけな。なんかそんなぐらいの、半分いくかいかないかぐらい、だいたい半分ぐらいは、運営さんが持ってて、残り半分、もらえますよ。で、1000円のポンって払ってくれた500円ぐらいか、私の方にチャリンしますよっていうような、計算ですよっていうようなことだったと思うんです。で、今度なんかショーツ、ショ、えーと、YouTube ショーツの方で、なんか、そういったような機能が、スパチャに近いような、まあ、あれかな、コメントで、応援ができるみたいな、そんな感じだったかな。
いうのができてくるんで、それが確か65%かな。その YouTube のそのスポチャーとかと比べると還元っていうか高いですよ。これ100円に対して6、で、1000円に対して650円くらい、お客さんの方に、私たちの方に入ってきます。クリエイターさんに入ってきますよっていうので、おーってなっとって。で、ニコ動のギフトっていうのがあって、これはもうできるんですけど、これも登録はしてあるんで、こっちの方はできるんですけど、私の方でもね。YouTube の方はまだその資格満たしてないんでね、できないんですけどね。で、そのニコ動の方が、それより確か換金率が良くて、還元率が良くて、7割か8割ぐらい。ですから、1800、確か700円とか800円ぐらいで、ね、こっちの手元に入ってきますよっていうのを、めちゃくちゃ、ああ、それで還元率いいやんっていうので、おおと思って、って思ったんですよ。すいません。正確な数字違ったら、またコメント欄とかで、ちょっと、詳しい人を入れてもらったらあれなんですけど、じゃあなんか、調べ方は私、そのあたりがね、ふわっとしか調べないんで、良くないんですけどね。っていうような感じなんですよ。で、大事なのは、じゃあ、このツイッターのチップってどれぐらいの、リターンがあるのかですよね。で、行くと、1000円、皆さんが払っていただきました。そうすると、私の手元に入ってくるのは、なんと1000円なんです。還元率100%なんですって。いやいや、手数料も何も引かれないのっていうところなんですけど、ちょっとびっくりしたんですけど、実際そうらしいです。っていうことなんで、100%入りますっていうことなんで、ぜひね、山田さんの活動ね、支援したいよ。でもね、YouTube はね、お金ね、払えてないしね、資格満たしてないしね、ニコ動はね、アカウント持ってないしね、どうしようかなっていう方はね、ぜひね、Twitter でですね、このチップボタンポチッと押してね、押すとね、ビットコイン、その人が登録している暗号資産の、やつがずらっと出てくるらしいんですけど、じゃあちょっとビットコインオンリー。もしかしたら増やすかもしれません。ご要望ありましたら言ってもらったら、何でも、増やしますよ。とか3種類ぐらいあったかな。何だったっけな。これ、ちなみにですね、なんかね、パソコンからだとできないらしいです。ちょっとこれしようかよくわからないですけど、ツイッターの、アプリから、スマホのアプリからだとこの番やとかつくんですけど、今だけかな。もしかしたら新しい機能より、とりあえずスマホの方に先行でつけて、多分イーロンマスクさんがこれ新しく始めてるんだったら、動けるところとにかく先にバーンと動かすっていう、結構ね、相当機動力ですよね。なんて言ったらいいかな、ヒカルさんとか、発想に近い感じがあるんですよね。パワーっと行動する感じなんで、で、もう典型的な自動車型の運営の方なんで、鉄道型じゃないですよ。何してテスラですからね。車屋さんなんだから、そりゃそうだという気もするんですけど、とりあえず走り出して、この道までが通ったなと思ったら曲がればいい。だって車なんだもんね。日本の企業って基本的にレールを敷いたらね、ちゃんと、ね、しっかりと測ってね、それで高速で通せるようにね、安全保障とかもしっかりとして、さあ通すぞ、ビューって通し出したらね、道ルート間違っとってもね、もう戻しようがない。ここを突きしかないっていう感じになってくるんですけど、そのあたり、もうイーロン・マスクさんわかりやすく、とりあえずそこ走り出そうでないし、テスラですからね、エンジンブルーンとかける必要もない。ビューンと振り込んだらもうスーッと走り出してね、で、あとはもうスッと曲がってってね、行ったらいいやんってね。でね、必要に応じて充電しちゃいいやんっていうね、感じの、もう相当機動力重視なんでしょうね。ですから、そんなでかい組織はいら、あの、組織、はいらない。攻めていきたいっていう感じなんでしょうね。だけの企業のところでね、それだけ攻めれるってめちゃくちゃすごいんですけど、これが吉と出るか凶と出るかわかんないですけどね。規模でかすぎるんで、多分全然ないですからね。ここまでの規模で。似たようなところは、でもネットフリックスとかがやってて、前例としては成功してるよねっていうのがあったりするらしいですけど、そうですね。あそこもなんか半分ぐらい切ったことがありますよね。で、今、あんだけ成功してますもんね。っていうところで言うと、ツイッターって、実はすっごい有名で大手なんですよ。でっかい企業ではあるんですけど、実は、いわゆる四強四天王ではないんですよね。四天王って呼ばれてるのが、GAFA って呼ばれるのがあって、ネット業界の四天王って呼ばれてるところですね。Google、Apple、Facebook、
まあ今メタになりましたけど、Facebook、Amazon なんですね。ここが四天王と呼ばれてて、実はこの、Twitter って四天王に入ってないんですよ。そういう意味で、その収益規模で言うと、この4つっていうのは、とてつもなく抜きに出てると。いう中で、多分、イーロン・マスクさんとしては、そのまま5番目、6番目ぐらいの位置なんですね。ツイッターってそのネット業界で言うと。うん、で、終わらせて満足するためじゃない。何してテスラ。今の生産台数規模のところで、ついにトヨタの売り上げ、利益か。売り上げじゃなくて利益の方ですね。売り上げは当然8分の1ぐらいなんですけど、利益8倍出して、なんとトヨタをついに抜いてしまうっていうね。ことができる。まあ、まあね、うがった見方をすればね、なんや、それだけ、ぼったくっとなんかね、トヨタの車って、がんの方がね、ちゃんと原価率が、高くて、つまりお客さんに対してね、その、適正な価格で売ったのが、まあ、適正ってのはどこかっていうのは難しいところなんですけど、ね、だからどっちがいいのかって言われたら、それは多分普通に買って、って言うと、お客様にとってお得なのは多分トヨタの車なんですよ。うん、何してさ、多分300ね、さ、いくらぐらいで作るのかな、だから300万とかで売るわけです。きっと、その8倍の、多分、原価で言ったら8倍とかを、の利益をつけるわけですから、ですから、トヨタだったら500万とかで売るような規模の車を1000万とかで売るわけですよね。それでも、まあ、ブランド力買ってっていうところとかでやるわけですけど、どっちかというと、正確に言うと、テスラは原価が、を、コストカットを徹底的にやってる方ですよね。ですから、もう金してとかに近いのかなって気もします。まあ、で、ちゃんと純利益も確保していってるっていうところですよね。ですから、品質のところって言ったらいいのかな、なんて言ったらいいのかな。結局、電気自動車なんで、原価安く済ませるんですよ。簡単に言えば、工数少なくて済むんです。ですから、使う原料とかが少なくて済むんですよね。ですから、絶対的に安く作れる。っていうところで、今は、だからといって、安売りしないっていうのが、これがね、なんかアップルとかと近いのかなっていう感じがしますよね。オリジナリティがあって、しっかりとした値段で売れるんだったら利益を確保した方がいい。それで、さらに先行投資をしていく。まあ、今回ついた買収なんかもそうですけどね。っていうような形で繋げていった方が、いいよねっていうのは、実はもう結構商売、なんて言ったらいいのかな。いや、それって日本人的な感覚でいくとね、なんやそのボロ儲けして、ね、悪徳商売やないかみたいな風に言われがちなんですけど、意外とこれね、経済学とかをかじると、経済学で経営学か、をかじって感じでいくと、ノウハウとかで見ていくと、まあ、自分ちゃんとかじってないんであれなんですけどね。まあ、セオリー通りなのは実はテスラの方なんですよ。っていうところで行くと、実は案外セオリーなんですよね。うん。っていうところがあるんで、まあ、うまいこといくのかどうかっていうところで、そんな中で、こういったね、チップ機能とか、こういうのができてきたっていうので、個人のところと、ちなみに広告がバーって剥がれてますけど、あれは多分、想定の範囲内だと思うんでね。なんなら、フォルクスワーゲンの広告とか剥がれた方のが、まあ、どうせだって、テスラがやってるところで、フォルクスワーゲンが、もうあんま出したくないでしょうし、まあ、ちょうどいいタイミングにはなったのかな、っていう大義名分が撮影したっていうのもあるでしょうし、イーロン・マスクさんもそれで、フォルクスワーゲンが広告を打てなくなるんだったら、別にうちがテスラの広告出しはいいじゃん。そしたら、ツイッター見てる人に流れるのか、テスラのね、プロモーションの比率が上がって、テスラ売れやすくなるんやから、全然いいじゃんって、で、いう考えなのかもしれませんしね。うん。難しいところですね。まあ正直言って、個人とかその言いたい感じで考えてる方、ところになってくるところなんで、まあね、うちみたいなやるのも邪推なんですけど、まあ、ある意味ちょっと邪推を楽しむっていうところもありますからね。この山々速報に関しては、そういったこともね、やっておこうかなと思いますんでね。一応そういう感じで、まあその中でこういったチップ機能とかつけて、うちらにもね、お金をチャレンジャーにできるのをつけてくれるんだよ、やめば、これはね、私はね、全然ね、押していくことをね、やぶさかではございません。チャリンチャリン。目の色がチャリンチャリン。
ビットコインね、お待ちしてました。何もね、1万ビットコインくださいとか、そんなことは言いません。そんなことは言いません。1万ビットコインとか、そんなことは言いません。1ビットコインで大丈夫です。10ビットコインとかも言いません。1ビットコインで大丈夫でございますよ。まあ、レート、ね。調べてもらったらわかると思いますけど。本当に1ビットコイン入れてくれない人がいたらどうしよう。多分ね、うわーじゃなくて、じゃべ、税務署対策しろって、いうことで、とか調べない人の方が多いと思うから、まあ、ぶっちゃけて言うと、今1ビットコインいくら？ 250 万人とかす。そんなんです、そうです。1ドル140円とかの世界、みたいな感じで言うと、1ドル今140円とかじゃないですか。だいたい1ビットコイン、1ビットコイン250万ぐらいです。なんで本当に入ってくると、所得税計算見てください大変なことになるんで、もっと低い単位からできるんで、0.0001ビットコインとか、それか、それなんでできるんですよ。でね、いうような感じになってるはずなんで、ビットコインは、まあ、というか登録してね、送れるよっていう人だったら、ビットコインのシステムの熟知してるはずと思うんで、でもないと思うんですけどね、もしね、見ていただいてる方がね、ビットコイン、ちなみにね、ビットコインめちゃくちゃ簡単でした。すごいね。もう、銀行の口座作るのにも楽にできる。マジか、こんなに簡単にも。だって、家でスマホでやって、まあ、一晩、夜にやったんで、なんかちょっと認証するのにちょっと朝までかかったんですけど、朝になったら、もう OK、マジでって、いう感じでしたんでね。まあ、全然、本当部屋で、もうこの部屋で撮って、身分証のやつとかデータとかそういうのは、はーってやって、シュッてやったら、ものの30分でできました。すっげえわ。これが世界の今のネットワーク社会。一番、まあビットコインなんてのは比較的先端行ってるところで打つから、そうか。このレベルなのか、なんか本当に日本との、日本と世界の、そう、まちまちと実は感じて、ちょっとマジかって思いましたけどね。まあそんなことはね、置いといてもね。まあ、っていうことなんで、どしどしとお持ちください。アプリ、携帯のね、スマホのアプリから、これでね、送ってもらった。で、なんか自分も多分ビットコインのその口座のと、あれをい、ちょっと入れない、多分くれないと思うんで、それでちょっとね、まあ、ちょっとハードルは高いのかなと思いますけどね。いやー、ぜひね、山田さんにね、ビットしたいわ。あんまりね、チャリンチャリンとか言うとあれなんで、ビットしたいなーと思ったら、ビットビットーってね、ペイペイみたいな感じで、ビットビットーって言ってね、全然お待ちしております。ちなみに、そっちがね、あれだよっていう方はね、全然ニコニコの方でもね、ギフト、で、いつでもできるようにしてますね。あともう一つくらいね、ちょっとなんかね、そういった、なんかね、あるらしいんですわ。ちょっと情報を手に入れたんで、そういったお賽銭なんか、を、付けできるお賽銭ボックスみたいなのを作れる、サイトがあるみたいな話を聞いたら、ちょっとそのあたりとかもね、だから、まあ、とか、ウィックスを、なんか、打ったりとか、接してくるとこでちょっと副業の方に引っかかってくるんでね、難しかったりするんでね、これぐらいでね、ちょっとやっていきたいなと思ってますんで、どうぞよろしくお願いいたします。チャリンチャリンじゃなくて、ビットビットってことでね、最後の締めもビットビットでいきましょうか。ということで、この動画は以上で締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ビットビット。お待ちしておりましょう。がめつ。